岡本茂明は日本の政治家、農家、田原市議会議員、愛知県田原市で農場を経営し、海外にも進出している、愛知県田原市出身。1979年に愛知県立成小高等学校を卒業後、祖父の後を継ぎ就農し、1993年に農業生産法人、新選組を創業。2001年に、 愛知田原町の協から脱会した。2005年に水耕栽培の特許を取得。2008年3月、中華人民共和国産党省で無農薬レタスの栽培実験を行い、同年から現地で販売を開始。2014年、養父市の国家戦略特別区域指定に協力。2015年4月19日、人気満了に伴う田原市長選挙に無所属で出馬。 同市の農業経済特区化や新たなバス路線の整備などを訴えるも、4月26日投開票の結果、元手原町職員の山下正義、元市議の北野谷和樹に及ばず落選した。2019年1月、みんなの投稿人で田原市議会議員選挙に出馬し、1月27日投開票の結果、21人中16位で初当選した。 農業の規制緩和が持論で補助金を受け取っていない。民主党政権が創設した所得保障にも申請せず、同制度について補助金を当てにすると努力をしなくなる。巨額の税金投入も効果が薄く死に金になると批判した。国家戦略特区の農業経済特区は日本の農業再生にとってもラストチャンスだと思い、地元の田原市を農業特区にするべく活動している。 国家戦略特別区域に農業分野として初めて指定された洋服市に進出し、シンポジウム洋服市の朝鮮国家戦略特区で日本農業はどう変わるか。2、竹中平蔵、広瀬久市、新道武市、磯山智之と共にパネラーとして参加。ありがとうございます。